まずこの慎太郎くんが奪ったとこで、ここシュートくんが、まあ、もうターンするっていうのを自分は予測して、シュートくんにセンターバックがプレッシャーいったのを見て、そこのスペースに抜けた感じですね。まあ、パスが出てくればいいなって思ったし、逆に自分のマークも引き連れてたんで、シュート君にそのスペースを、まあ、使わせてあげるっていう意味でも、まあ、ランニングとしては自分の中でも良かったかなと思います。シュートは苦手な方なんですけど、まあ、この時はうまくキーパーの位置見ながら、ニアもファーも蹴れる状態に置けたのが良かったかなと。俺もそう思うよ。まあね、やっぱ常にニアとファーどっちも打てるようにっていうのをこの前外した時教えといたんで、俺が、ね、しっかり実践してるんで、ジェデ君にどうやったら点取れますかっていうのを教えてもらってたんで、まあ、レレ君のおかげでもあります。でも本当全体的にいい守備、慎太郎君が奪ってからのいい守備で、そこからのいいカウンターだったんで、まあ、本当にお膳立てされたゴールだったと思います。まあ、1年、前線の選手なんで、本当はちょっと2年目で取るっていうのは、まあ、ちょっと自分的には焦りもあったし、チャンスは来てたんで、毎試合毎試合それをものにできなかったのはやっぱチームにお迷惑かけてたんで、とりあえずホッとしてるというか、まあでもこれからこの前のゴールきっかけに、これからが大事だなっていう感じですね。まあ一番若、最年少ですし、まあ、僕がきついって言ってらんないんで、まあこのチームの、まあ、サッカーでもあるハードワークっていうのは、まあ、前線たちの選手は、まあ、僕以外もどの選手が出てもハードワークできますし、まあ、僕はまだまだやれますって感じですね。まあホームで2連勝して3連戦目、やっぱりまあ移動もあったりアウェーっていう状況でもありますけど、まあ、相手が J1 を経験しているチームですし、その中で自分たちがまあどうやって挑めるかっていうのも楽しみですし、それはやっぱりサポーター方も楽しみにしてもらってると思うので、自分たちがまあいい試合を、まあ、リモート応援になると思いますけど届けられたらなと思ってます。まあ、ホーム観客の制限はまだありますけど、本当にああいう拍手だったり、まあ、自分がゴール決めていくときは、まあ、本当にすごい喜んでくれるのも見えてましたし、そういう試合を、まあ、1試合でも多く増やしていければなと思っています。